皆さんどうも。今回はスレイヤーズコラボのイベントについての動画になります。今回のイベントは期間が長くなっています。普段は14日間ですが今回のイベントは28日間に及びます。普段通りに消化すればある程度アイテムを獲得できると思いますが、期間が長いためある程度目安があるとスタミナ消化の役に立つと思います。いつもの図を28日間に修正したものがこちらです。この図はイベント狭間のポイントと合計ポイントを合計すればこのイベントでいることのできるおおよそのポイントになると思います。イベント狭間のブーストで 110% の 129,360 ポイントと、石割りを行わない場合の合計ポイント 102,960 ポイントを足せば、232,320 ポイントになります。このイベントを達成するには320,000ポイント必要ですが、石割りを行わないでもある程度のアイテムは獲得できると思います。また、スタミナ消費のミッションもありますがこちらは最大6000消費する必要があります。石割りを行わない場合でもスタミナ7110に消化するはずなので溢れさせないようにすれば問題ないと思います。初めてのコラボですが期間が長いので狭間など忘れることがあると思いますが注意してやっていきましょう。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。